気が出る番組星降る泉パッピーテレビの番外編で、また今回は村越恵美さんと城達也さんに出演していただきました。楽しかったです。夢を叶えてもらうことなんですけども、私は愛する人に自分の気持ちを伝えることを今日叶えさせていただきました。それで、ジョーさんみたいに素敵な年下の彼に思いを伝えるんですけど、それは注文してないんですけど、ひなさんが叶えてくれました。ありがとうございました。ジョーさん、ありがとうございました。本当に僕台本もらったのが大体1週間ぐらい前だったんですよね。で、台本見て、台本先行でお芝居を決めるってなかなかないんですけれども、見て、ひなさんからやるんだったらやってもらえるっていうふうに話してもらえて、で、内容見たら僕友達がやっぱり同じような感じで亡くなってるんですね。やっぱその辺のやっぱりこうちょっとこうシンクロしたこともあったので、やっぱこういう台本でいいなと思いながらやらせていただきました。ちょっとね、どういうふうな役になるのかなっていうのは手探りだったんですけど、はい、面白かったです。で、実は初めてなんですよ。こういった背景をこう入れるっていうんですかね、グリーンバックっていうのは実は僕初めての撮影でしたので、正直言って緊張しました。はい、いや、もう本当緊張感のある2人とも、とっても素敵な演技で、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。早速、ショートムービーご覧ください。どうぞご覧ください。膠原病になってから一番つらかったのは倦怠感でした。体がだるくて、頭と関節がズキーンズキーンって痛くて、体が重くて重みで息を吐くことはできるのに吸うことができないくらいで、このまま眠ったら死んでいるのかなと思いながら眠ったのを覚えています。セオリツ姫物語という一冊の本に出会えたことで私は変わりました。ダメじゃ、ちょっとだけでいい。ダメじゃ、ダメじゃ、できる範囲でいいんです。しつこいなあ。じゃあ3分だけ許そう。ありがとうございます。ちょうどこれからカップラーメンをいただこうと思っていましたから、3分を忘れないで、そなたを見張れるからじゃ。始まりつく命。おはよう。会いたかった。それ着て箱ね。うん、いいよ。それよりも病院どうだった？うん、あんまり良くないみたい。そっか、じゃあ箱根はやめておこう。やだ、行く。それは大丈夫。何かあったら責任持てないから。あんまり良くないなんて言わなきゃよかった。近くのスーパー銭湯でいいじゃん。冷たいね。体のことを本気で心配してるからだろ。たっくん、時間がない。箱根をやめたんだから時間は十分あるよ。時間がないの。だからどうしてなんで泣くんだよ。この一瞬にこれだけの幸せがいっぱい詰まってるなんて気づかなかった。終わりみたいなこと言うなよ。今この瞬間がすごい宝物。そのドレスかわいいな。ドレスじゃなくて。また来てくれてありがとう。今私が言いたいのは、会計前にプレゼントした時、メグは大はしゃぎでそれを着て焼肉行きたいって。焼肉だぜその格好で。で、みんなから結婚式だったんですかなんて言われて、で、そのためメグはキャーキャー言って、でも結婚してみたらもんか。私が今どれだけ嬉しいかわかる？うん。喜びって自分を知っていてもらうことだったんだって気づいたの。今私はあ
なたの心の中にいますか。会いたくて会えなくて泣きたい夜抱きしめてほしくて、今私はあなたの心の中にいますか。傘を差して歩いたね。二人の距離が本当は寂しかった。あとどれくらい微笑み感じて、あとどれくらい見つめ合える。もっともっとあなたと、メグの笑顔が好き。お前が笑ってくれたら俺のことを全部理解してくれと思ってしまう。ミスってさ、ありがとうって微笑むと美味しく変わるって言うじゃん。理解するってそういうことなんだよ、きっと。ありがとう。どうした、なんかお前少し変だぞ。なんだか嬉しくて。思い出ってさ、生き続けるんだよね。誰かいなくなっちゃっても、残された人の中でずっと生き続けるんだよね、私との思い出が。たっくんの中でずっと生き続けてくれますように。感じだったから1分おまけしといたんだよ。思いは冷めないうちに、ラーメン伸びないうちに。そういえばその服とっても素敵ね。俺はあの時からひとときも忘れていない。お前との思い出が心の中で生き続けている。メグ、今度会ったら結婚しような。そのドレスを着て。いつかは帰るあの星に、大切なものだけを残して。いつかは帰るあの星に。だけを残して。